ウルリヒホン・ブロックドル・フランツアウハクシャクは、ドイツの政治家、外交官。1918年から1919 19年まで、バイマル共和国最初の外務大臣を務めた。その後は中ソビエト連邦大使を務めた。シュレースビヒ・ホルシュタインの貴族の家系に、シュレースビヒで生まれる。1888年からヌーシャテルを呼び、フライブルクで法学を学び、1891年に、 第一次司法試験に合格し、また法学博士号を取得した。1891年から1893年は兵役に従事。負傷したため正位で退役した。1894年にドイツ外務省に入省。最初の認知はブリュッセルだった。1897年にサンクトペテルブルクで領事見習いとなり、1901年に 在位委員の副領事に任命された。1909年から1912年までブダペスト総領事を務めた。1912年、中デンマーク大使に任命され、第一次世界大戦終了までその任にあり続けた。シャイデマン内閣最初の閣議。テーブルの一番奥左側がブロックドルフランツァウ、外相ドイツ革命後の1918年12月。 当初は渋っていたもののバイマル共和国の国務長官に就任1919年2月からはそのままシャイレマン内閣の外務大臣に留任した。貴族かつ民主主義者として様々な勢力が競合し混乱する国内をまとめる責務を負っていた。しかしドイツに対して過酷な内容であったベルサイユ条約への調印をドイツに対する犯罪行為として拒絶し、 同年6月に、シャイデマン内閣と共に総辞職した。その後2年間は、新生の共和国の外交問題に、たびたび声明を出し、和平条約の再交渉を要求していた。ドイツとソビエト連邦の接近事態には賛成していたものの、ラパロ条約の調印は、西欧列強との交渉を妨げるとして反対した。1922年11月に中モスクワ大使に任命された。 ソ連との友好関係樹立に尽力する一方、ソ連への過度の依存を避けようとした。特に両国の軍事協力には反対し、積極的な軍部との衝突を招いた。大使として1926年のベルリン条約を実現した。1928年、ベルリン訪問中に休止した。ありがとうございます。